飛び降り自殺した人のニュースが流れてきた。血まみれセーラー、濡れ衣先行、たちまち心はネットの餌食。危ないですから離れてください。そのセリフが集合の合図なのにな。若騒ぎした奴らがアホみたいに取りまくった。冷たいアスファルトに流れるあの地の何とも言えない赤さが綺麗で綺麗で、泣いてしまったんだ、泣いてしまったんだ。何も知らないブラウン管の外側で生きて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 いたんだよな。最後のさよならは他の誰でもなく自分に叫んだんだろう。彼女が最後に流した涙、生きた証の赤い血は何も知らない大人たちに2秒で拭き取られてしまう。立ち入り禁止の黄色いテープ、ドラマでしか見たことない。そんな言葉が飛び交う中で今彼女は一体何を思っているんだろう。遠くで遠くで泣きたくなったんだ、泣きたくなったんだ。長いはずの一日がもう遅れる。生きて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 消えたくなっちゃうのかな。今ある命を精一杯生きなさいなんて綺麗事だな。精一杯勇気を振り絞って彼女は空を飛んだ。鳥になって雲を掴んで、風になって遥か遠くへ希望を抱いて飛んだ。生きて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 いたんだよな。新しい何かが始まる時、消えたくなっちゃうのかな。生きて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 いたんだよな。最後のさ自分に叫んだんだろう。さよなら。